待たせるんじゃないわよ。物語を続けるね。ここが収録現場なんだね。アイドルだけじゃなくて他校のジェットレース部も結構。みんなと楽しいレースができそうだね。でも勝つのはティナたちだけどね。おお、ジャパニーズアイドルがたくさん。忍者アイドルはどこ、どこでござるか。あ、雲海サーファーズだ。わお、ティナ殿とゾイ殿発見だ。2人もこの番組に出るの？日本文化を学べそうなものには全て挑戦するでござる。アイドルだらけのジェットレース大会って、まあ日本にしかなさそうな気はするけど。ジェニファーたち、日本だからアイドルをやってみたいと思っているでご。なるほど、それなら。ヘルズキッチンとは1回戦で対戦。え、本当に？ジェニファーたちが勝ったらアピールタイムでに、だから負けられないでござる。相手にとって、でもティナたちだって負けられないんだから。の緩やかなラインと細い道幅のコースが入り組むネオ日本橋、工夫次第で走りを有利に進められそうですね。コースの構成がシンプルとはいえ、各所に技術で切り抜けるポイントが、細かい詰めで攻める姿勢が必要。一曲披露しちゃおうかな。3、2、1スタート。全試合をラストステージに立つ気持ちで。うん、後悔だけはしたくない。オーディオにそのたくさんへ、ジェニファーのボルテージをもっとくれ。リンクトークシャッカイチンレッタイプテーンでござる。リスクなくして後ろから押しかける。いやでござる。甘いだけじゃつまらないでしょ。やあ、なんとゴム隊だ。まだいけます。
ニンニンニン、負けないでござるよ。何日も練習した忍者パフォーマンス絶対に披露したいです。スペシャルなやつ準備完了だよ。エンドロール、これがいくよ。がアイドルやめたら、でも仕方ないよね。つい、やったー、毎日特訓した甲斐が